何かを説明する時のもう普遍的にめちゃくちゃ使える考え方。はい、田畑慎太郎です。今日も若いビジネスパーソンの皆さんがビジネスって世界を本当に面白く生き抜けていくために役に立ちそうな考え方とかノウハウとかを伝えていきたいと思うんですけども、今日は上司やお客さんに対して何かを説明する時のもう普遍的にめちゃくちゃ使える考え方、3つのレイヤーに分けた使い方っていうのを説明します。1つ目、空、雨、傘というんですけれども、例えばこれ天気予報を皆さん考えてください。空を見る、これはファクトです。曇り空が、雨雲がそこにあるかないかで、雨雲を見て、これは多分ファクト、雨雲を見て雨が降りそうだというふうに判断解釈すると、これはインフォメーションです。で、雨が降りそうだから傘を持ってきましょうというふうに、まあ視聴者の皆さんにアドバイスをする、提言をする、これはインテリジェンスという非常に付加価値が高い、一番結局でどうしたらいいのっていうふうにですね、ビジネスの場合言われるんですけども、そういった部分の付加価値が高い部分になります。でよくですね、皆さん例えば会議の資料とかいろんな、数値の取りまとめとかビジネスとかであると思うんですけれども、まあ、例えばネット企業だったらアクセス解析とかもいろんなデータ世の中もう溢れてますけども、苦労して、いや、百葉箱みたいなところからデータを集めてきてて、なんとなくエクセルに入れてグラフに書いておけば仕事した気になってるみたいな、そういう人が非常に世の中多いわけです。データを集めてきただけで仕事した気になってる、非常にイケてない、まあはっきり言ったらバカの仕事ですね。でそういうので仕事のための仕事というか仕事した気になってるのがイケてないやつの特徴で、イケてるやつっていうのはまずデータを集めることっていうのはもちろん 大事な大前提なんだけども、そこで終わらずに、じゃあそのデータから何が読み取れるのかということを解釈すると、気圧が下がってるってことは台風が近づいてるのかもしれないですよ、ね、で台風が近づいてるということを解釈した上で、さらに那覇で台風が近づいてるってことは東京には3日後ぐらいにやってくるかもしれないから、この週末のいろんなイベントは今のうちからキャンセルとか中止とか考えた方がいいかもしれないっていうところまで言うとインテリジェンスになるんです。で天気予報の人たちってよく言うじゃないですか、今日は夜分夜遅くに雨が降るでしょう、だからお帰りが遅くなる方は折りたたみの傘をお持ちいただいた方がいいかもしれないですねとかまで言うのはイケてる天気予報と、主婦にしたらさ、そのなんか気温がどうとか天気図がどうとかそんなことだけ言ってる気象予報士より、なんでこの人は役に立つ気象予報士なんだと思うじゃないですか。仕事も全く同じなんですよね。そのデータを取りまとめるみたいなことをよく現場の若いビジネスパーソンがやると思うんですけども、そこから何が読み取れて、その意思決定にやるような課長、部長、役員、社長、そういあるいはお客さん、コンサルタントだったらクライアントでもいいんだけども、そういう人たちに対して、で結局どうしたらいいのってことを直言できるところまで自分が集めてきたデータってものを土台にして、その研ぎ澄ましてメッセージをしていかない限り、あなたは頭脳労働、指揮労働の仕事としては仕事したことになってないです。間違ってもいいから、そこまで言うことの方が価値があるんですよ。だって単純にデータとか上げるだけだったら別に自動で今は全然出る世界なわけじゃないですか。そうじゃなくて結局どうしたらいいのと、まあ、もちろんね、今日の午後の晴れ間がチャンスですって出ていきなり通り雨が降って洗濯物濡れちゃったじゃないのって言われるかもしれないかもしれないけども、それはそれで言わないやつよりはそれでまたそこから学べばいいという意味で、ただただ気温と、降水確率だけを言ってたりとか1日全体の降水確率だけを言ってるやつよりはそういったところはすごい価値があると思います。でさらにイケてる組織とかイケてる会社、イケてるあるいはクライアントとコンサルタントとかの議論の関係性っていうのは、例えばさっきの話で言うと、この気圧のデータから今後雨が降りそうだという君の予測は俺も同意すると、ただし雨が降りそうだからといって傘を持ってけというふうに君は具体的にアクションプランを提言してるけれども、この場合は傘ではなくて雨がっぱの方がいいんじゃないかと。で例えば傘持ってかなくていいと、傘持ってくことには反対ですっていう時にも、そもそも雨が降らないから傘なんか持ってったって余計な荷物になるだけだろバーカっていう反論なのか傘持ってくことには反対だと、ただし雨が降るということに関してはアグリー、同意すると、ただ傘は持ってかなくてもその別の代替案があるはずだよねという言い方をしてるのかで、全然議論の噛み合い方が違ってくるってこと分かります。でさらにもっと言うと、実はもっと遡るとそのデータ自体が間違ってるんじゃないって場合もたまにあるんだけども、まあ、大体の場合は
インフォメーションとインテリジェンス、要は状況認識がまずでも大事なのはすり合ってるか、でその上でどうすべきかっていうことのこの2つを分けて話すと、であるいは状況認識自体の基礎データになっているようなファクト自体が間違ってます、合ってますかみたいな。いや例えばだからあれだよね、今なんかもう、こんなこと時事ネタだけどコロナウイルスのことなんてかっていうののファクトの話とインフォメーションの話とでどうすべきだって話をみんな全部ごっちゃなってるんですよね。中国人との接触を一切避けるべきだとかもう言ったところで無理じゃないですか。例えばあるいはコロナウイルスはなんでかっていうと、それはコロナウイルスがそもそも流行ってないからだとか感染力が弱いからだってことはファクトだからそれは正しいとか、もういろんな意見があり得るわけじゃん。そういうことを全部根拠になっていくときに、このファクトとなるような事実データ、そこからのメッセージ、抽出されたメッセージ解釈、そしてそこからの具体的なアクションプランの提言ということ、この3つ区別して話すってことは非常にもうあらゆるビジネスマンっていうのかな、意思決定に携わって人に対してアドバイスをしたり意見を言うときの基本的なお作法なので、この3つが区別できてないやつっていうのはもうなんかあるレベルを超えたビジネスパーソンの中からすると、あ、なんかもうまともに口利く価値がないバカだなと思われるというような、これはまあマナーですね。ちゃんとした会社っていうのは上司とかが教えたりもするのかもしれないんだけども、今日はこういうね、今後はもう YouTube とか僕の YouTube とか見ててくれてたらこういったところでこのレベル知らないとあるレベルからはもうバカだと思われるよってこともどんどん言っていきたいと思うんで、今日は空模様をどう見るか、そっから雨が降るのか晴れるのかっていう解釈をどう引き出すか、で結局どうしたらいいのと、明日の運動会やるべきなの、傘持ってくべきなの、傘じゃなくてカッパがいいの、いやそこって飛ばすかタクシー乗ったらいいでしょみたいな、具体的にどうすべきかっていうこの3つを区別して常に話そうぜというのはまともなビジネスパーソンのお作法ですよと。これも社内外問わないです。でただとにかくダメなのはエクセルに数値データを取りまとめて適当にグラフ書いただけで、で何が言いたいのすら分かってない資料を人数分印刷でコピーしたりメールで送ったりすればそれで仕事した気になってると思ってるような20代の若者が非常に多いんですけれども、僕はそういうことをやってる時点で疑問を持たない時点でこいつはいけてないなというふうに正直思います。で読み取れない場合はそもそもじゃあ見なくていいですって言ってもうそのデータごとなくしちゃうというような、あるいは何かとにかく読み取れるまで自分なりにいろんな軸で切ってみるみたいな、仮説で切ってみるみたいなことが大事なんじゃないのかなと思うんで、ぜひそういった基本的なね態度っていうのかな、頭の使い方を若いビジネスパーソンの諸君には持ってほしいと思います。今日ちょっと非常に汎用的で普遍的なことを真面目に語ったりもしたんですけども、こんな形でいろんな柔らかいネタから、普遍的なネタまでビジネスに役に立ちそうなことをどんどん語っていきたいと思うので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。じゃあね。例えば、はい、気温が28度超えるとアイスクリームが一気に売れるんですよ。こんなんはコンビニの仕入れ担当とかは常識に思っていることなんですけども、そういうところも誰かが最初に気づいたんだろうね。そのポスでハーゲンダッツとかいろんなもう、ビキミダイフとかああいうものの売れ行きのデータと気温の相関関係を見たときに、21度が23度なんて売れないらしいけど、28度超えると一気に売れるっていう、そういう部分があるみたいなのも、単純にそのさアイスクリームの売れ行きと気温を並べて数字に出てるだけだとこうやって出たらデータなんですよね。でどうもこうなると売れるらしいと。だから具体的にコンビニの各店舗の仕入れ担当は、週間天気予報を見て気温の予想に基づいてアイスクリームの仕入れ量を決めなさいまで言えたらすげえ付加価値高いです。そういうことですね、そういうことだ。